公式 VTuber に私もなる。責任者から挨拶がマンネリなので新しいものを考えてくださいっていう連絡が来たんだけど、なんかさ、こういう挨拶とかって毎回同じのやるものじゃないの？なんかせっかくさ、あなたの心にいるハートっていうキャッチフレーズで漫画にも書いてもらったりとかさ、ようやくね、みんなが覚えてくれたかなって時にさ、なんで買わなきゃいけないの？というわけで、今日は新しい挨拶を考えようと思います。大好き。いや、新しいの考えろったってさ、そんなすぐに思いつかないよ、うん、あなたの心にいるハート。心にいるハート。はい、どうもバーチャル YouTuber のいるハートです。アイチャンネルよっ、ポンコツ信者ども、ういーいるハートだー。あ、キノコ生えちゃった。これ信者さんに怒られるやつだよ。キラッキーイルハートピョコだよ。これ一回やってみたかったの、やってみたかったんだけど、よく考えたら別にイルハートキラキラしてないし、ピョコ要素もなかった。あー、全然思いつかないよ。超低クオリティで真似した皆さん、ごめんなさい。悪気はありません。もうこうなったら、こう、それイルハートのことを応援してくれてる画面の前の皆さん、なんかこういいね、挨拶が思いついたら教えてください。丸パクリするんで。いや、でもね、イルハート的には今のままあなたの心にいるハートがね、一番だと思うんだよね。なんか今のままでもね、いいよっていう人いたら、 Twitter とかコメントとか YouTube のコメントとか、見えるところにね、これ大事、見えるところに書いてください。イルハートのことはこうやって無視できても、さすがにね、みんなの声って聞かないわけにいかないと思うんだよね。ということで、よろしくお願いします。あの、歌のフルバージョンこの間収録したじゃないですか。あれっていつ発売なんですか？え？ないの？え？ないの？ヒルハート、夢の印税生活が、ミリオンヒットが、武道館ライブが。は？これもなの？ふざけんなよ。何でもかんでも再利用すればいいと思って。私はリサイクル工場じゃねえんだよ。あ、聞いてんのか？私はおこだよ。ムカチャッカですよ、ほんとに。今日という今日こそ言わせてもらいますよ。